皆様大変お待たせいたしました。選手の登場です。大きな拍手でお迎えください。さあ、それでは改めましてご紹介いたしましょう。本日のマリンフェスタ特賞、角中達也選手、石川歩夢選手、西野裕二選手にお越しいただきました。大きな拍手を送ってください。よろしくお願いします。では最初に一言ずつご挨拶からいただいてもよろしいですか。あ、かけていただいて大丈夫ですよ。角中選手からお願いします。マイク入ってますか。もう一回いいですか。あ、入ってますね。ちょっともう一回お願いしてもいいですか。おはようございます。おはようございます。あ、本当ご挨拶だけでしたね。じゃあ石川選手お願いします。石川です。あ、自己紹介だけでしたね。西野選手お願いします。西野です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、本日のマリンフェスタトークショーは、角中選手、石川選手、西野選手のこちら3選手にお越しいただいたんですが、こちらの3選手にはある共通点がございます。皆さんお分かりですか。2つあるかな。分かった方ちょっと聞いてもいいですか。北陸ご出身。そうです。1つ目は北陸地方のご出身ということですね。そしてもう1つ共通点があるんですが、お分かりの方いらっしゃいます。どうでしょう。ないですか。言わないですか。こちらの3選手、侍ジャパン出場経験がね、侍ジャパン選出経験のある3選手ということで、実は本日結束侍ジャパンデーということで、皆さんにね、この侍ジャパンのこの PR をする試合でもありますので、今日はそういった侍ジャパン選出時のお話。そうなんですよ、角中選手、今日そういう日なんです。なので、侍ジャパン選出時のお話ですとか、そして北陸地方のね、ご出身の地域に関するお話、大きく分けてこの2つを、3選手に伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速なんですが、まずは、本日結束侍ジャパンデーということで、実はですね、今年ここ ZOZO マリンスタジアムで、11月 WBSC プレミア12のスーパーラウンドがね、11月の11日に開催されます。そこで今回はこの侍ジャパンに選ばれた経験のある3人に、ちょっとお話を伺っていきたいんですが、まずはこの国際試合の雰囲気というのが、やっぱりこう日本で普通にレギュラーシーズンやってる野球とはだいぶ違うんじゃないかなと思うので、その違いというところから聞いていきたいんですが、角中選手、どうでしょう、この国際試合のこの球場の雰囲気とか、あとこう相手チームの応援とかって結構個性があったりするじゃないですか。なんか思い出深いことってあります？いや、はい、まあちょっとだけ緊張感が増すぐらいです。あ、ちょっとだけ緊張感が増す。はい。じゃ、割と角中選手はいつも通りの気持ちで、ちょっとだけ緊張感増すぐらい。そうですね、はい、まあ半分お客さんに近い感じで、はい、あ、なるほど。あ、ちょっと自分も楽しみながら。そうですね、はいはい、じゃ、すごいいいとこで、はい、試合見てたなっていう感じです。あ、そうなんですね。自分もちょっとお客さん目線で、ま、全試合を通して、ね、ずっと出るってわけではないですからね、やっぱり侍ジャパンの場合は。ちょっとお客さん目線で半分ちょっとお祭りみたいな雰囲気をちょっと楽しみながら試合を。はい、そうですね、はい、相手も含めて、はい、すごい選手が、そうですね、いっぱいいたんで、はい、こうメジャーでやってるこの選手がいるよとか、はいはい、思いながら、まあ、みんなでそういうの喋りながら、はい、あ、他のチームの選手とも喋りながら、はい、はい、いた記憶はあります。なるほど。じゃあ、その思いっきりこう、あ、日の丸背負ってるぞっていう緊張感がものすごいあるわけではなく、個人的にはほぼなかった。あ、そうなんですね。じゃあ楽しみながら参加されていたと。では石川選手はいかがですか。いや、僕もあんまり、はい、緊張感はシーズンの方があるかなと思います。シーズンの方が緊張感がある。なるほど。人見知りなんで、そんな緊張感だけはありましたね、はい、こうチームの皆さんとこうどううまくコミュニケーション取れるかなっていう、そうです、そっちの方がちょっと緊張感を感じていらっしゃったんですね、はい、ちょっとそのお話後で伺っていきましょう。では西野選手はいかがですか。いや、まあ、まあ、オールスターと変わらない感じですか、はい、なるほど、はい、こう同じ日本のチームはね、選ばれてきた他のチームの選手ですから、ちょっとオールスターと変わらないような感じ で、 そうです、ね、あんまり気負わず、まあ、僕はこう、はい、本当に2人と違って、はい、大きい大会じゃなかった。あ、でも西野選手は継投でのノーヒットノーランを達成された時の、ね、はい、クローザーでしたもんね。そうですね。それは緊張感あったんじゃないですか。その試合はありましたけど。そうですよね、はい、じゃあそんなことない。あ、そうなんですね。じゃあ割と皆さんリラックスしてこう楽しみながら試合に臨んでいらっしゃったということですかね。改めてちょっとお聞きしますけれども、普段はこうレギュラーシーズンは対戦相手として戦っている選手の皆さんと同じチ
チームとして、日本を代表して戦うわけなんですが、選手の皆さん同士どんなお話をしているのか伺いたいんですが、角中選手どうでしたか。あの選手すごいねとかそういう話をするんですか。どんなお話って言われても、はいはい、いや普通、はい、普通にみんながするような会話ですよ。あ、本当ですか。結局あの積極的にこう角中選手を話しかけるタイプですか。あ、まあ当時まあ、はい、安倍さんに、まあ、はい、ちょっとどんな感じで打ってるんですかとか、なるほど、まあ、そういうのはちょっと聞いたことはあるんですけど、はいはい、まあ、基本的には本当に、はい、本当に皆さんがするような会話と、はい、ほぼ変わらないです。そうなんですね。なるほどなるほど。では石川選手はどうでしたか。なんか印象的 なんか思い出とかあります。いや、そんなにないやっぱり石川選手はちょっと自分から話しかけるの緊張しちゃうなって感じですか。そうですね。ピッチャーの、はい、まあ、年近い人と後輩と喋ってたぐらいなんで、はいはい、あんまり、はい、そんな特別なことを話してないです、はい、あ、そうなんですね。西野選手はどうでしたか。僕も一緒ですね。あ、同じですか、はい、何かこう影響を受けたりとかっていうのありました他の選手から。いや、はい、特にないですね。特にないですか。特にじゃあ平常心ですね。いつも通りですかね。なるほど。石川選手はこう何かあのこんなこと言われてなんか思い出深いなとか、この選手のこういうところちょっと真似してみようと思ったなんていうことはありました。いや、あんまりない。あんまりないですか。あんまりないようですね。なるほど。角中選手はどうでしょう。はい、ないです。あ、ないですか。あ、もう皆さんあの普通に楽しくね試合に臨まれていたようですけれども、例えばこう一緒に同じチーム、こう侍ジャパンとしてプレーをしていて、やっぱりこの選手のここがすごかったっていうのは間近でご覧になって思い当たる選手っていらっしゃいます。角中選手どうですか。まあ、阿部選手にちょっとお話聞いてみたとかありましたけど。いや、みんなすごいですよ。みんなすごい。まあ、そりゃそうですよね、はい、日本を代表する選手ですからね。間違いないです。間違いない。特別なんか特別この人っていうのはなく、いや、もうみんなすごい。みんなすごかった、その一言ですかね、はい、石川選手はどうでした。いや、僕は誰か、坂本選手とかすごい人に、後輩とかにもいろいろ聞いててすごいなと思いました。なるほど。こうやっぱりコミュニケーションも取りつつ雰囲気を作っていらっしゃったのが坂本選手だったなと。西野選手はどうですか。そうですね、気持ちの入った則本のピッチングですかね。則本選手、はい、あ、なるほど。そういうプレーそのものというかこう気持ちが入ってる、そういう部分を、なんかやっぱなんか乗ってる時の則本のピッチングはまたちょっと圧巻かなと。それを間近で見てちょっと刺激を受けたというところですかね、はい。なるほど。何かご自身でこう侍ジャパンに選ばれて何か変わったこととか何かこうあります。角中選手そういうの特にないですかね。特にこれといって、はい、あ、もう先に言われちゃいました、はい、西野選手はどうですか。いや、ないです。もうご自身の野球をするだけですね。日の丸を背負ってようとマリーンズであろうとということでよろしいですか。角中選手、まあ、強いて言うなら、はい、まあ、いい記念になりました。あ、いい記念に、まあ、そうですよね。なかなかそういった機会はないですからね。今回、まあ、来年いよいよこのねオリンピックも待っていることですし、やっぱりこうファンの皆さんはマリーンズの選手が侍ジャパンのユニフォームを着てこう日本を背負って戦う姿を見たいんじゃないかなと思うんですが、そのあたりは角中選手いかがですか。ないっしょ。いやいやいや、そう言わずに、そう言わずに、それ今のはね、はい、悪意があります。いや、そんなことないです、そんなことないです。ないっしょ。いやいやいや、ぜひまた見たいですよね、皆さんね。西野選手、石川選手もぜひまたね、ご活躍を見たいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあちょっと侍ジャパンのお話はちょっとこのぐらいにして、今度はですね、皆さんもう一つの共通点の北陸地方ご出身、そこの方でちょっとお話を伺っていきましょう。まず角中選手は石川県のご出身で、石川選手と西野選手が富山県のご出身ということなんですが、先日来シーズンの6月30日、マリーンズ主催の公式戦を2年ぶりに富山県で開催することが発表されました。これはやっぱり皆さんとしてはちょっと嬉しい連絡でしたか。角中選手どうですか。いやー、はい、実際そんなにお近くではない、まあ、ないですか、富山県。まあ、富山ですからね。まあ、石川じゃないんで、まあ、石川県ではないですからね。やっぱり石川県でやってほしいんですか。いやー、そうですね、自分がちっちゃい頃は、はい、ロッテ対ダイエーかな、はい、あったんですね、石川での試合が。見に行った記憶はあるんで。なるほどなるほど、はい、はい、まあ復活すればいいなとは思いましたけど。そうですね、やっぱり故郷でこう試合があったら嬉しいですよね。まあでも、まあスポンサーの関係とかあるんでそれを言
まいこといかないんですけど、はい、いや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 、はい、なんか4000万ぐらいで1試合買えるみたいなんで、あ、じゃあどなたかいらっしゃいませんかね皆さんお金ある人はどうぞ、ね、ちょっと石川県にゆかりのある方でよろしくお願いします。ぜひあの故郷でね試合をやりたいと角中選手がおっしゃってます。ではその富山県出身の石川選手、西野選手は、まあ、前回もね、まあ、2年前に開催されたわけですけれども、石川選手どうですか、再度また富山で試合が行われます。そうですね、僕前打たれてるんでそれはちょっと、はい、まあ次投げたら、はいはい、抑えたいなと思います。そうですよね、ビシッとね、はい、まあ、できれば投げずに、あ、投げずに美味しいもの食べたい、美味しいもの食べて、いやいや、故郷に錦を飾ってくださいよ、ぜひそこは頑張りたいですけど、まあ西野君で、まあ、そうですね、はい、お二人の活躍でね、西野選手はまた富山であるよって聞いた時はどんなお気持ちでした？僕前回行けてないんで、あ、前回は行けてなかったですね、はい、なんとか次行けるように頑張りたいなと思います、はい、そうですよね、ぜひね、やっぱりふるさとでいいところを地元の皆さんにね、見せていただきたいなと思いますが、どうでしょう、この遠征に行かれる際って、もちろんね、ファンの皆さんもこう試合を見に行くわけですけど、やっぱり土地の美味しいものを食べたり観光されたりとかもね、楽しみの一つだと思うんですが、どうでしょう、この3選手からこの北陸の地方の方に行かれる方に、これがおすすめだよとか、この食べ物美味しいよとか、ここ行ってほしいっていうのがあったらぜひ教えてほしいんですが、角中選手どうですかね、何かあります、美味しい食べ物、場所、いやー、はい、まあこう言っちゃ終わりなんですけど、はい、その地方地方で一番美味しいものは東京に来ます、はいはい、あ、そっか、まあ、それもそうですね、だから東京に集まってきますね、はいはいはい、まあ、その海鮮類とかだと、はい、まあ、平均したらやっぱすごい美味しいですけど、はい、一番いいもんは東京に来るんで、はい、身も蓋もないじゃないですか、それ東京が一番美味しいです。そうですか、でも、まあ、あの取れたてのものとかね、ぜひ召し上がっていただきたいですよね。まあ、はい、お安く、はい、お安く美味しく食べれるっていう点では、はい、まあ海鮮系に、はい、なっちゃうのかなと思います、うん、やっぱり海鮮系、そうですね、こう東京に来ちゃうと東京価格になっちゃいますからね、ぜひあの地元の皆さんが知る美味しい食べ物、特に海鮮系がおすすめとのことです。石川選手はどうでしょうか。富山は、はい、あの日本酒美味しいんで、日本酒いいですね、はい、お酒と魚、はい、あ、酒と魚、はい、はい、食べてほしいですね、はい、じゃあお酒飲まれる方はぜひ富山の日本酒をね、美味しいお魚をあたんね召し上がっていただけたらいいですね。楽しい夜になりそうですね。マリーンズが勝って日本酒で祝杯をあげていただきましょう。では西野選手はどうでしょう。そうですね、はい、フラット、はい、その辺の回転寿司にも入ってみてください、はい、あ、フラット入った回転寿司でもやっぱりレベルが違う。美味しいです、はい、ちなみに西野選手なんかおすすめのネタとかはありますか。このお魚とかこれがいいよとかってあります。いやー、はい、でも多分試合やるときには時期じゃないんですけど、はい、やっぱりブリが僕は好きですね、はい、ブリが美味しい、はい、あ、じゃ あ, あの旅行がてらとかでもね、試合じゃないときでもぜひ召し上がってみていただきたいですね、はい、フラット入ったお店でもやっぱりお魚が美味しいということですので、皆さんぜひぜひあの来年ね富山で試合が開催された際には、美味しいお魚など日本酒など召し上がってください。ちなみにあのお三方は方言とかってありますか。角中選手はあります、どうでしょう。いやー、はい、なんか聞き取れるんですけど、はい、あんまり喋ってるっていう気はないです、はい、自分ではない、まあ、高校の時から周りが、はい、関西人がすごい多くて、やっぱりそうですね、こう野球が強いところにはね皆さん集まってきますしね、でそっちのなんか関西弁の方がすごい強いんで、なるほど、なんか そんな感じになっちゃいます。あ、自分エセ関西弁的なみたいになっちゃう。ああ、なるほど。どうでしょう、他のお二人から見て角中選手ってなんか方言出ることあります。いや、全然ないです。あ、全然ない、はい、なるほど。安さんも、田中安さんもないし、あ、田中選手も特にない、はい、ちなみになんかあの石川県でどんな方言がありますか。ご自身が使わない別にして、ちょっと分かんないんですよ。あ、そうなんですね。なんかすごい聞き取れはするんですけど、はい、親とかが喋ってるんで、はいはい、なんかいざ喋れって言われたら、はい、あんまり、もう、はい、こっち出てきて長いんで。あ、そうですよね、それもありますよね、どんどん薄れてっちゃいますよね。では石川選手どうですか、富山県って方言。いや、方言めちゃくちゃあると思うんですけど、 あります。こっちに来てなんかこれ分かってもらえなかったよとかってありますか。あ、なんか前も言ったんですけど、はい、あの人におごることを、はい、あの抱いてやる。あ、そうだ、前お話いただきましたよね
ごちそうする、おごることを抱いてやるって言うんですよね。そうです。それ面白いですよね。それ初めて聞いたらちょっとびっくりしちゃいますね。一緒にお食事行った方ね、はい、どんな感じで使うかちょっと角中選手に向かってなんかお願いできますか。例えばこうお二人が飲みに行って、はい、じゃあ今日は石川選手がおごろうってなった時、はい、どんな感じで言います。ガクさん今日は僕が抱いてやる。それはちょっと厳しいです。でも、ね、って言われちゃいますよね。じゃあこれおごらずに済むみたいなこともありますよね。なんならね、ね、おごるつもりで言ったけどおごらずに済んじゃうみたいなこともありそうですけど、これ石川選手普通に使ってらっしゃいました。いやまあ普通に、おじさんとかは普通に言ってます、ね。あ、そうなんですね、はい。西野選手も使ってらっしゃいました。はい、全然。じゃあもう当たり前に富山県では使われてる。もう聞きますよ。あ、そうなんですね、はい。石川選手はどうでしょう。今現在は富山の言葉でポロッと出たりしますか。いや地元、はい、帰ったら出るかもしれないですけど、帰ったらやっぱり富山の方とお話しすると、はい、今現在はそんなに方言は出ない方かなと。あんまり出ないと思います。そうなんですね、はい。西野選手はどうでしょう。方言って何かこっちに来てからこれわかんないよって言われたりありますか。いや方言とかなのかわかんないですけど、はい、ちょっとはい、イントネーションの問題で。イントネーション、そうですね、はい、富山県民は、はい、富山のことを、はい、富山って言うんですよ。富山じゃないんですね、はい、富山っていうのに、はい、東京に来て、はい、自分が富山って言ったら、はい、富山だろって訂正されちゃう。県内の人に訂正されるっていう、なんかよくわかんない感じになっちゃったのが、それ知らなかったんですね。ちょっとびっくりしました。皆さんご存知でした、ね、初めて私も聞きました。そういうこと結構富山県出身の方はあるんですか。僕も富山って言います。はい、いやみんな富山って言います。こっちがきっと合ってるんでしょうけれども、はい、あ、そうなんですね。それはちょっとびっくりしますね。結構、はい、なんだこれはって思いましたね。あ、そうですよね。県内の人に言われるんで、ちょっとなんかね、県民が尺ですよね、ちょっとね。なるほど。え、角中選手はちなみに石川県では富山のことを何て言いますか。え、普通に富山。あ、ここは富山。いや自分も初めて聞きました。あ、そうなんですね。あ、じゃあちょっとこの県民の皆さんのイントネーションがちょっとね、富山違うんですね。あ、これは私も新発見でした。ちなみに前回こちらのトークショーでポジションごとの、例えばこう投手会とか外野手会とかそういうのがあるよってお話を外野手の皆さんにしていただいたんですけど、この出身地方の北陸会とかそういうのってあるんですか。角中選手あります。はい、あるんですね。作りました。あ、作りました。ちなみにいつ作られたんですか。3年前に角中選手が発足されたんですか。はい、いや自分は一応、はい、まあ、はい、平、あ、角中選手は平。どなたが役員。会長が田中康。あ、田中選手が会長を務めてらっしゃって、去年は金森さんやったんですけど。あ、金森さんがやってらっしゃったんですね。はい、まあ、ちなみに、はい、純粋な北陸会だとちょっと少ないんで、はい、あ、ちょっと広げて、じゃあ北陸で1年、はい、1シーズン以上野球やったことあるやつは、あ、もうみんな、はい、もうみんな入れました。あ、いいですね。それはそれでね、なんかこう絆も強まって。どんな活動をされてるんですか。キャンプの時にご飯行くのみです、はい、のみですか、活動内容は。あとはまあその、はい、T シャツを作ってあるんで。なるほど。結構皆さん T シャツ作りがちですよね、よくね。それを結構着て、はい、着て、はい、北陸会という知名度をちょっとずつ上げていくっていう、はい、なるほどなるほど。主に T シャツを着るというのが活動ですね。では例えば石川選手、北陸会で何かやってみたいこととかってあります。いや、満足してます。あ、満足してる。現状に満足。はい、満足してます。あ、なるほど。この T シャツを着るっていう活動とキャンプでのご飯で満足。はい、なるほど。西野選手は何かやりたいことありますか。どうでしょう。特にはい、ないですね。ないですかね。角中選手どうでしょう。何かドカンと今シーズンは何かやりますか。オフ。いや、キャンプでご飯食べるぐらいですぐらいですかね。あ、またやっぱりご飯行くぐらいですかね。ちょっとみんな揃わない時もあるんで、はいはい、あ、まあそうですよね、きっと揃わない時も、ね、自分去年、はい、今年か、はい、参加できなかったんで。あ、そうなんですね。風邪をひいてて。あ、風邪をひいてて、はい、なるほど。ちなみに外野手会の皆さんは参加できない時テレビ電話で参加するっておっしゃってましたけど、そういう制度はないですか。いや、今年は行ったんですけど、はい、ちょっと風邪気味だったんで。弱めですね。クレジットカードだけ参加して。あ、なんと自分の。すごいですね、それは。自分の本人はホテルで、はい、ご飯食べました。クレジットカードだけ参加して。
それはちょっと悔しい日でしたね。今年は、はい、はい、あ、来年か、はい、来年はまあみんなで、はい、はい、ご飯食べて、はい、盛り上がって、はい、頑張ります。そうですね、盛り上がってこう富山での開催をね迎えていただきたいですね。ではちょっとこれからもぜひ皆さんマリーンズ北陸会の活動の行方もね気にしつつ、ちょっとお時間が来てしまいましたので、最後お集まりのファンの皆さんへ一言ずつメッセージをいただいてトークショー終了とさせていただきます。角中選手からでよろしいですか。はい、はい、もう3つ勝つしかないんで頑張ります。はい、お願いします。角中さんが近い将来あの4000万円で試合勝って石川で試合やります。あ、よろしくお願いします。いいですね、期待してます。石川選手、はい、もう角さんが言った通り3つ勝つしかないと思うので、はい、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、皆さんこの3つ絶対に勝ちましょう。熱い応援よろしくお願いします。ではマリンフェスタ読書、本日は角中選手、石川選手、西野選手にお越しいただきました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ本日のマリンフェスタ読書、角中選手、石川選手、西野選手にお越しいただきました。ありがとうございました。以上でこちらボールパークステージのイベントは全て終了です。